って旅をしてー相談しよう。鼻水が止まらない。ちょっとタイトルでね、ちょっと勘違いさせてしまった方がいると思うんですけど、はい、分かりやせん。そりゃそうだ、そりゃそうだな。あ、な、別れる時はもっとね、盛大にやるよ。まあね、ありがとうっつって、今日をもって旅解散。ありがとう、ありがとう、ありがとう、実家に帰って寝るよーってどんな別れ。あ、結構いろんなカップルの YouTuber やってるんですけど、うん、もし別れるってなった時にどんな理由で別れるんだろうっていうのを、あ、なるほど、ね、その各々が考えることで今2人の間に起こってる危険を事前に察知して回避することができる。そういうことですよ。なるほど、そう、別れの回避をすることができると。はい、ジョーンって、そうそうそう、ジョーンって、おのおの3つと考えてきたんで、はい、もう本気でね、考えてきたんで、まあ今は別れないですよ。今はね、別れるときはもう盛大に別れる。ありがとう、ありがとうみんなありがとう、そんな感じです。はい、冷蔵庫にいつも貼ってあるね、それしてるほらこれに別れそうな理由書いて発表していこうと思う。わかりました。はい、じゃあ俺からいきます。こんちゃんからどうぞ。いやー、まあこれかなって感じですよね。第3位、はい、こちら、男遊び。男遊び、男遊びですよ。まあ私もね、手玉にとってバイバイバンバンやっちゃうかもしれない。肩あり。あまりにも男を知らないんですよ。そんなことないよ、推しもいっぱいいるし、元彼も一応いるし、ちかたさんを現在進行形で追っかけてるし。いや、それも死んでらっしゃる。例えばだってさ、うん、ホストとか行ったことないでしょ。行ったことない、行ってみたい。で、俺もキャバクラとか行ったことないんですけど、イケメンに慣れてないと思うんですよ。あの、ずっとこの顔見てるんで、イケメンに慣れてないと思うんですよ。カバーするよ、カバー。慣れてないと思うんでね。ただ例えばホストになんか友達に誘われて、ちょっと乗りで行っちゃうみたいな。で、行った時にすげーハマって、はいはい、もうすげーもう金パーンってもう払って、払ってみたいな。遊んじゃう。どっちかっていうと、男遊びっていうよりは男に遊ばれるっていうことね。ホストはね、確かにね、そりゃね、もう乗せられたら、え、そうですかってなっちゃうからね。いや、プロだから向こうは。いや、もうそりゃすごい。あーちゃんなんかちょろいよ、ほんとに。すごい、チョロキュー、チョロキュー。3位でした。はい。はい。第3位は、はい、ドゥドゥン、浮気。せーよ。いや、なんかしないと思うんですよ、私も、ね、しないよ。そう、信じてる、ね、世界一周行っても浮気はしなかった、ね、そうだよ、 Trust me で、あーちゃん思ってた、私もそうやって。何3年前にね、あ、この人浮気する人だって思ったことがあったんですよ、一つ。なんかこれね、前も話したんだけど、写真展をね、彼が世界一周終わった後にしてたんですよ。しましたね。で、その時に、ある某有名な、なんかアイドルの方がいらっしゃって、はいはい、アイドルの方がね、来たらね、そりゃ嬉しいと思うんですよ。うん、でもね、わざわざ DM しようとして。違う。これはね、これは弁解がある。これは弁解でいきます。あー、展示してたんですよね。そうだね。たくさんの人が来てくれたんですよ。すごい列できて。もう1日、本当に1000人近くの人が来てくれたんですよね。はい、展示が終わった時に、あの、スタッフの方が、あ、近藤さん、有名な、〇〇48の、もうすごい人来てくれてましたよ、みたいな。そんなすごい方がね、こんななんかうんこみたいな人のね、展示に来てくれたのに、お礼がしたいなと思って、DM しようとしたんだよね、ありがとうございましたって。DM できなかった、結局ね。解放してなかった。あわよくば、ちょっと落ち着かず気になりたいっていう、下心が。違う。例えばよ、あーちゃん。例えば、あーちゃん、写真の展示開いたつで、まさはる来たらどうするんだよ。福山？そう。でも、あーちゃんは話しかけられなかった。後からスタッフのことに、もう朝春来てましたよ。桜坂歌ってましたって。どうする、あーちゃん。大変恐縮です。ありがとうございます。って、お礼するでしょ？って、心の中でお礼する。嘘つけ！嘘つけ！ホームページ行くくせに絶対メール送るくせに僕らが別れてしまうかもしれない、はい、ランキング2位。タイだ。おー、怠惰です。あなた怠惰ですね。あなた怠惰ですね。ふざけてる場合じゃない、ふざけてる場合じゃない。まず同棲し始めてからの怠惰がすごい。例えばね、本当にお風呂上がりのあーちゃんすごいんですよ。あの、本当にバスタオル頭にくるくるに巻いて、パックをもう顔面バーン張って、五郎丸みたいなことしてるんですよ。何それ。いや、俺も知らない。ツタンカーメンみたいな格好でその辺フラフラ歩き回ってるし、俺もでも悪いと思ってる、これに関しては、うん、パンツ一丁でここら辺寝転がってったトドみたいに寝転がってた。
楽でいたいやん、家だから。いや、まあそうだね。そうそう、お互いにどこまで気を使うのかっていう。はいはいはい。お互いのね、リアルな部分が見えすぎて、魅力がどんどん、魅力ゲージどんどん下がっていっちゃう。いや、でも確かにそれはある。はい、なんか難しいよ。ポンポンとまではいかんくても、そうそう。タオル一枚で出てきたりとかね。そうそうそう。アダムとイブみたいな格好してるのはよくない。よく言われるもん、最近。アダーいやいや、めっちゃもうほんとアダーみたいな格好したの。リラックスしたいから。はいはい。多少なりに気を使うのはいいんじゃないかなっていう。なるほどね。はい。はい。では、はい、私たちが別れるかもしれない第2位、はい、亭主関白です。亭主関白、そう。いや、こんちゃんね、何でも基本やってくれるの、はいはいはい、なんかご飯とか私が作ったら、あ、俺お皿洗っとくねみたいな、はい、当たり前にやってくれる。すごい。でもやっぱあるじゃん、それが当たり前だと思っちゃって。 ありがとう思い、ありがとうありがとうも言わないみたいな。あ、はいはいはい、これがやって当たり前みたいな。女はこれは当たり前みたいなやつ。お母さんは赤味噌だったからうちは赤味噌だみたいな。それマザコンやって当たり前だみたいな。これは女の仕事だみたいな。これやられたらね、出てくね、旬ですぐ別れを切り出す。私はデモンストレーションしてる。デモンストレーション。ご飯できたよ。はい、ありがとうな。ありがとうって言っちゃった。すべて言われちゃった。ごちそうさまでした。洗っといてや。こういうの俺のすごい仕事じゃねえから。ほら洗えみたいな。ほらほらほら。茶碗乾麺で終わる。一生だよ。もう、はいはい、もうもし結婚しても、はい、もう結婚してこんちゃんが変わってしまったら、はい、もう熟年離婚も全然考えない。また茶碗に。もうさ、茶碗でも。お前で洗え。突き詰めるとまあそうだよね、日頃の感謝を忘れない的なね。当たり前だと思わない。そうそう、当たり前だと思わないこと。これが亭主関白っていうのか分かんないけど、分かんないですけど、そう、当たり前と思わないこと。そうそう、それがやっぱりこうにつながるね。そう、はい。ナンバーワン、ナンバーワン、俺より推し。おー、これはね、あり得るのよ。あり得るね。あり得んの。幕末好きだとか、まあアニボタだとか、はいはい、まあいろいろあるんですけど、そうだね、やっぱり新選組への愛が強すぎるんですよね。なるほど。本もすごい量買ってたし、うちわとかもね。いや、そんな本なんてたかが知れてるよ。何が？フィギュア1体よりも安いから本は。いやいや、何の話や。推しはでも趣味だと思ってるから。そうだね。そうそう、それを否定する気は全くないです。そう、それはそれはそうです。そうそう、ただその趣味が趣味の範疇を超えてしまった場合、ほう、例えば土方さんが好きすぎて、はいはい、俺を土方色に染めてくるとか。どうやって？言葉遣い変えろとか。お前新選組のハッピー毎日着ねえと絶対ダメだぞ。はいはいはい、そう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 、すごい無理強いしてくれたからね。なるほどね。無理強いは良くないです。推しにどれだけお金を使おうが、まああーちゃんのお金なんでいいんですけど。いかないわ。これ現地取りましたこれ今現地取ったんで、これ、いいですね、これなんか近藤が今後言ってたらこの回言ってましたよねってコメント欄に書いてくる。いいけど、すごい額を言ってしまった場合とか。なるほどね。えらいこっちゃなね。お金になった場合はこの人となんかこれから先一緒にいて大丈夫なのかなと。やっぱもう買いすぎには本当に気をつけてねっていう。なるほどね。まあ自由だけどね。これはもうね、みんな多分思っている。では参ります。はい。私たちとっ旅が別れそうな理由第1位は、はい、旅へ出るです。分かりきった。短いよ。日本一周に出るとかの話じゃなくて、はいはいはい、もういきなりもう日本一周とか終わって、はい、あーようやく一息ついけるねみたいななった時に、もう次世界一周行こうぜみたいな、はいはいはい、まあ、当たり前のように言われたりしたら、はい、これはもうダメだよ。連れてこうとしてるの。もうすでに計画をね、ちょっとずつ立て始めてるの。それはね、でも日本一周出る前からって計画立ってて。そんな前から。行きたい国ならいいの、うん、こういう国行ってみたいなみたいな、はいはいはい、国ならいいの。でも全然知らないアフリカとかサバンナ行きたい行きたいとか言うの。私は行きたくない。インドダメでしょ。インドはちょっとね、ダメです。でお腹壊してるイメージしかないからさ。はいはい、これはね、もうね、第一、堂々の第一位になりました。はい、僕はやっぱり旅が好きで。はい、分かってるよ。そこは理解してるし、そうそうそう、なんなら一緒に旅も出てるし。そうそうそう、分かってる。やっぱりね、思い出が残るからね。きたい。やっぱりそういう財産がね、やっぱりね、はい、あると、はい、夫婦の絆とか、はい、ずっと深まっていくと思うんですよ。なるほどね、はい、どこ行くじゃん。インドとかいいと思う。分かれよ。なんで。解散。なんでだよ、インドいいじゃん。
感じですよね。そうですね。全部に言えることは、まあ、自分勝手しないだよね。ああ、はい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 、ね、相手のことをちゃんと思いやって、はい、過ごしていけば、まあ、別れないんじゃないかなっていうのがあるよね。そうだね。そう、いやでもこれでね、なんかお互い今ちょっとこういう風に思ってるんだなっていうのが、危機管理みたいなのはできたから、できたから、うん、あんまり恥さらしな格好でね、そこら辺うろうろしないようにするわ。アダムアダムしないまあ普通に企画としてやったけど、まあ普通になんかね、カップルとか、うん、まあ、ご夫婦さんがドライブしながらとか話し合って、なんかためになるあれだと思うんで、はい、きっかけになると思うんで、うん、はい、ぜひ真似してください。はい、はい、今日は白熱してたなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。しますというわけでまた次回、バイ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 。ちょ、せーの。めちゃくちゃかよ。